29期生となる今年度の新入生は男子9人、女子34人の合わせて43人です。式では校歌斉唱の後、一人一人の名前が読み上げられ、入学が許可されました。西名守幸校長は、今医療界は長期的な医療費削減計画で厳しい時代を迎えているが、皆さんは医療福祉などから大変期待されている。いつの時代も変わらないいたわりのある心のこもった看護の姿を目指して努力してくださいと式辞を述べました。そして新入生を代表して、米沢市出身の鹿間由香さんが誓いの言葉を述べました。私たちは未熟ではありますが、看護師になるという使命を持ち、謙虚な気持ちを忘れずに日々学び続けていくことを29期生一同お誓いいたします。新入生たちは今後3年間で看護についての専門的な知識や技術を学びます。